はい、どうも中村です。本日はですね、アドレス125のヘッドライトの Q をですね、交換したいと思います。昨日ね、ちょっと走ってたらね、 Q が切れちゃったんですよね。今これポジション Q でロービームになってるんですよね。ロービームが切れちゃって、ハイビームはつくんですけど、まあ、ロービームが切れてて、これではね、走れないんで、ちょっと交換したいと思います。で、もともとは LED じゃないんですけど、まあ、せっかく交換するんで、LED に交換してみようかなと思って、で、ネットとかだとね、ほんま急に切れたんで、ネットとかだとちょっと遅いんで、近所のバイク用品店に行って、この LED の球を買ってきました。サイズがね、HS1 っていうやつだったらいける。はずなんで買ったんですけど、でもね、一応お店の人に確認したんですよ。これアドレス125につきますかねって言ったら、わからんって言われたんで、多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、つけてみます。で、以前にね、このポジション Q の交換とか、あとスマホホルダーつけるのでここ外したりとかですね、何回かしてるんで、今回はですね、まあ、さささっとちょっと今からですね、これ交換して Uber Eats の配達行かないといけないんで、もうちゃちゃちゃとやってしまいたいと思います。で、せっかくなんで、もう時間計ってね、何分ぐらいで、ダッシュでやったらできるのかっていうのをちょっとね、やってみようかと思います。はい、ということでですね、用意スタート。とりあえずですね、ミラーを外しちゃいましょう。よいしょ、よいしょ。難しいんですよね、これね。よいしょ。こっちはね、簡単に外れるんですけど、こっちはスマホホルダーがあるんでね、ちょっと、よいしょ。あ、ちなみにですね、距離がですね、1345キロでライトの球が切れました。まあね、これは多分個人差あるとは思いますけど、それぐらいで切れました。これ外さなあかんか。いや、もう本当あれね、何事も準備が肝心ですね。よいしょ。今ちょっとこれ六角レンチを探しに行ってましたけど、よいしょ。しかもあれですね、このなんか自分でつけた日よけホルダーがまた邪魔してますね。うわ、むずいむずいむずい、これ。よし、ミラーを外して、こことここの6個ネジ外します。よし、まあ、こっからですわね、毎回苦戦するのがね、もうね、もう慣れたもんですよ、これは。もうちょっと割れてるけどね、要するにこれはあれですよね、気合ですよね、気合。もうこの音が怖いね、いつもな。もうほんまこれ爪つけすぎやと思うわ。上の白いカウルが取れたら、よいしょ、ついて、ここですね。3つ、取りましょう。で、これでですね、カウルって言うんですかね、カウルが外れたら、よいしょ。わかりますかね、ここにね、ライトの、こういう状態ですね。ここにライトの線があるんで、これをもう引っこ抜いちゃいましょう。よいしょ。よいしょ。抜けた。で、ポジション Q もちょっと一回、ポジション Q はね、ここにカプラーがあるんで、カプラーを外して、よいしょ。で、これで、これが取れると。よいしょ、とね、これで取れましたと。で、これで球を交換ですね。これごと一回外すってことかな。おー、
どうなってんやろこれ。あー、これ外さなあかんのかな。あい、これ外したくないな、外さなあかんかな、外さなあかんっぽいな、これ。ちょっとこのまま簡単に外れるかなと思ったけど、これを外さんとあかんっぽいっすね。とりあえずこれ外そう。これ外しちゃいましょう。こう外していけんのかな。なんか嫌な音鳴ってる。バネ入ってんじゃんこれ。あーほら、むずいむずいむずい。戻されへんパターンちゃいますのこれ。よいしょ。はい、これでですね、これあこれごと変えんのかな。あれどうやったやろ。あそうですね、これこれごとっすね。はい、でこれをちょっと開けて、そうですね、形状同じですね。はい、つくかな。多分つくはずなんですけどね。はい、つけてみましょう。これハイとロー、どっちやろ。しまった。こうしか入らへんから多分こうかな。これでこのバネよ、これどうやってついてた、これ全然わからん。はい、ですね、よいしょ。もうすごい時間が過ぎておりますが、このバネの付け方がわからんくてですね、ちょっと動画にもちゃんと映ってなかったんですよ、これが。で、画像を調べたんですけども、全然びっくりするぐらい画像がなくてね、ようやく見つけましたよ。よいしょ。だからあれですよね、こういうのはもう最初に外す前にね、もうこういうのはもう写真撮っとかなあかんですね、ちゃんとね。まず、こうで、これがここに入って、あ、なるほどね、これをネジで止めるわけね。よし、あっち、もう飛んだ誤算ですねこれ。よし、ここにこんなに時間がかかるとは思ってなかったですね。あれ、これちゃんと入ってんのかな。多分ちゃんと入らなかった、ね、いやこれほんとみんなね、撮る前にちょっとちゃんと写真を撮っとくことをおすすめします。んでこれをこうして、なんか金具あったな、これがこうで、こう、めちゃめちゃむずいやんこれ。よっしゃー、いけた、着いた、着いた。多分これでいいはずですね。いい
いいんじゃないですかね。一回つけてみましょうか。あっち、やっべ。ちょっと、つけて。おっしゃー。ついた。つきましたね。よっしゃー、ついた。やっと。やばかった。さあ、直していきましょうか。これが OK なんで、このカバーをつけて。よいしょ。もうあとは楽勝や、もう。こんなもん。よっしゃ、OK。OK。はい、これを逆に進んでいく。はい、これをつけて。あ、そうそうそう。前これやったとき、ポジションのカプラーはめるを忘れとったよな。これを忘れたか。これもいいか、ちょっと。よいしょ。よし。よし。オッケー。66分10秒。66分12秒。かかりすぎや、これ。あっつ。1時間6分。かかりましたね。ライトの裏の金具、あそこで 2,30 分取ったんちゃうかな。あとちょっと細々したところに時間がかかったので、ちょっと今度は段取りよくしたいです。疲れた。ということで、これが LED ですね。まあまあ、明るい、眩しい。これ対向車眩しいかもしれんな。これローライト、ローライトちゃうわ、ロービームですね、はい、よいしょ。まあそんな感じでね、アドレス125ライトの交換完了しました。LED は何も特に何もせんでも器具を変えれば、一応大丈夫でしたね。ちょっと走ってみないと分かんないですけど、はい。まあそんな感じでですね、アドレス125の動画、他にも、まあ普段はUber Eatsの配達動画が多いんですけど、アドレス125の動画とかもまた出していくので、まあ、ご興味ある方はぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。